ちゃぶ台ちゃぶ台返しは、ちゃぶ台をひっくり返す行為、またはその行為より転じた、慣用表現である。大抵の場合、両手の手のひらを上に向けたくの端をつかみ、そのまま真上に放り投げるようにして行われる。このために、卓上にある食器その他は派手に宙を舞うものの、空中で半回転して、裏向きになったちゃぶ台の下敷きになるように押しつぶされ、あまり遠くに飛ばないことが多い。 テレビアニメテレビドラマテレビアニメ巨人の星において主人公の父親星鉄が食事の最中卓上に食器類や食べ物が乗っている状態の茶舞台をひっくり返すシーンが毎回エンドロールにて放映されていたテレビドラマにおいては寺内勘太郎一家にて主人の勘太郎が食事をぶちまけるシーンがたびたび登場しているこのように 頑固親父が激怒した時に茶ャ台をひっくり返して、周りが見えないほどの怒りを表すイメージが一般化していった。バラエティ番組笑いの演出のモチーフとして、例えばバラエティ番組、めちゃにイケてる、の1コーナー、爆裂お父さんにいて、加藤浩治憤する親父が行う。映画行伝両家原作の映画、自虐の歌にて、葉山勲に憤する。 安倍ヒロがチャブダイ返しのシーンを多く披露している。ゲームスクウェアから発売された半熟英雄は世界を半熟なれ。では、一徹てーん、チャブダインというチャブダイ返しをモチーフにした技があった。タイトーが提供しているアーケードゲーム超チャブダイ返しは、チャブダイ返しそのものの体験ゲーム。巨人の星とコラボレーションしたバージョンもある。展示で、この チャブ大返しが理不尽な様子からトップが強権を使い企画、仕様などを補破産にしてやり直させることをチャブ大返しと称することがある。例えば任天堂のゲームクリエイター宮本シュゲルはゲーム作りへのこだわりからほぼ出来上がったものを大幅にやり直させることがしばしばあり、自らそれをチャブ大返しと呼んでいる。また橋本徹は大阪府知事選挙時、 不調改革に対して不調解体を行うとして、チャブ台をひっくり返すと発言した。2012年11月には、文部科学大臣の田中真紀子が2013年春に新規開校予定であった大学参考に対して、将来の認可手続き完了の直前に独断で不認可の意向を示した際、様々なメディアからチャブ台返しと揶揄された。ありがとうございます。